ああ、彼女欲しいな。俺の名前は田中優斗。どこにでもいるモテない高校生だ。いつものように一人で黄昏れてる俺に、一人の女の子が話しかけてきた。よ、一人でぼーっとしてどうしたの？あかりか。別に何でもないよ。どうせ彼女が欲しいとか考えてたんでしょ。どうしてそれを？やっぱりそうだった。幼馴染の考えてることくらいお見通しだし。この子は柊木あかり。俺の幼馴染だ。可愛くて性格もいいとクラスでも評判で、学年でも人気者の女の子だった。優斗は昔からモテないもんね。かわいそうに。そういうお前はどうなんだよ。ってそういえばサッカー部のキャプテンから告白されたんだっけか。そうなんだよね。優斗とは違ってモテますから。はいはい、そうですか。それでどうしたんだよ。 OK したのか？ううん、断ったよ。また？1週間前に超お金持ちのやつに告白された時も断ってたよな。いや、その時は成績が学年トップの男の子だよ。お金持ちの子に告白されたのはそのもう1週間前だね。そんなに告白されてたのか。まあね、全部断ってるけど。もったいないな。どうして付き合ったりしないんだ？だってもっといい人がいるかもしれないでしょ。私は本当に好きな人と付き合いたいの。はいはい、そうですか。何その反応。あ、もしかして悲願でるの？そうやってうじうじしてるから。優斗は うるさいな。俺だって告白の一つや二つくらいされたことを。え、あるの？いつかはされる予定だ。じゃあ今はされてないんじゃん。うるさい。今に見てろ。はいはい、その時が来るといいね。完全にバカにしてるな。こうしてあかりは毎日のように俺にモテないいじりをしていた。絶対にいつか彼女を作ってあかりを見返してやる。俺は心の中でそう思えるのだった。そんなある日の休み時間。やっほー、今日もひもて街道爆心中かな。不本意だけどな。それはよかった。じゃあ私は部活があるから。バイバイ。それだけ？何しに来たんだ？お前、あのあかりさんといつも仲良さそうに話して羨ましいぞ。そうか？ただ俺はバカにされてるだけだけど。いやいや、あかりさんは学校でも人気ナンバーワンだぞ。話せるだけでもありがたいと思え。あかりと話せてもしょうがないだろう。俺だって普通に女の子と仲良くなりたい。あら、田中くん、こんなところでどうしたの？南さん、いや、ちょっとね。何か悩み事？私でよかったら話聞くよ。目の前に現れたこの子はクラス委員長の南沢みなみ。面倒見のいい南さんはどうやら俺の様子を心配してくれているようだった。いや、そんな大したことじゃないよ。本当？何でも私に相談してね。困ってるクラスメートを助けるのがクラス委員長の仕事なんだから。ありがとう。でも本当にしょうもないことだし。まあまあまあ、そう言わずに。しょうもないかどうかは聞いてみないとわからないし、とりあえず話してみようね。押しが強いな。じゃあバカにしないで聞いてほしいんだけど、実は全然女子にモテないことに悩んでてさ。なるほど、しょうもない悩みだね。はっきり言いすぎだろ、こっちは真剣だから。冗談冗談。でも田中君がモテないのは当たり前じゃない？そんなストレートに言わなくても。あ、違う、そうじゃなくて、あの柊木さんがいつもそばにいるんだもの。あかりが？それがどう関係あるんだ？だって田中君と柊木さんいつも仲良さそうなんだもの。柊木さんもすっごく可愛くて性格もいいし、2人の関係が出来上がっているように見えるから、他の女の子は近寄りがたいんだと思うよ。別にそんなことないと思うけど。けど思い返してみれば、女子に思い切って話しかけた時、よかったら連絡先交換しない？それはまた今度というか、ほら柊木さんに悪いし。なるほど、そういうことだったのか。南さん、ありがとう。俺決めたよ。うん、役に立ったならよかったけど。でも決めたって何を？ああ、それはね。その日の帰り道。やあやあ、優斗、また私告白されちゃってさ。今帰り？私もなんだけどさ。あれ？聞いてる？あかり、言いたいことがある。え？どうしたの？今後はもう俺に話しかけないでくれ。なんで？もしかして優斗のことモテないってバカにしすぎたから、それで怒ってるとか？その
実は。いや待て、あかりがいるとモテないからなんて恥ずかしくて言えるわけないじゃないか。まあ理由は言えないんだけど。ガーン。でもそういうことだから、あかりとはもう話さない。言うと。俺は足早にあかりの元を立ち去る。悪いあかり、俺に彼女ができたらまた話そう。俺は心の中であかりに謝るのだった。しかし次の日。じゃあ行ってきます。ゆうと、おはよう。あかり、こんな朝からどうしたの？昨日はごめん、お菓子あげるから仲直りしよう。謝罪の時菓子折りを持ってくるとは言うけど、これ10円の駄菓子だって。お金なかったんだもん。そうか、女子高生は何かと入りようだもんな。これは返すよ。もらったってあかりと話したりはしないし。え、じゃあ俺は先に学校行くから、もう話しかけてこないでね。そんな、ちょっと待ってよ。なんで食べてるんだ。しかし学校についてもあかりはやたらと俺につきまとっていた。ゆうと、ごめんってば。ごめん。何でもするから許して。ここ男子トイレだぞ。ここは情にほだされている場合じゃない。俺はモテてやるって決めたんだから。無視だ無視。俺はあかりを無視して席に座る。理由はわかんないけど、とにかくすみませんでした。ちょ、こんなところで何してるの。おいおい、田中のやつ、あかりさんに公開謝罪させてるよ。田中くんって女の子に公衆の面前で頭を下げさせる系どうだったの。違う、誤解だ。ほら、あかりも頭を上げて。私、ユートが許してくれるまでこうし続けるから。ほら、どうするよ。うわ、分かったから、とにかくこっちに来て。屋上まで来たらさすがに誰もいないだろう。あのままみんなに見られてたら社会的に終わるところだった。ユート、ようやくお話ししてくれる気になったの。そうでもしないと収まらなかっただろう。だって、ユートが私のこと無視するんだもん。ねえ、私何か悪いことでもしたかな。モテないことを散々いじったのは謝るけど、他にもある。私が悪かったなら謝るから、ごめんなさい。いや、そういうことじゃなくて。え、じゃあどういうこと。仕方ないな、言うしかないか。うん。実はな、俺がモテないのはあかりが隣にいるせいだって気づいたんだよ。え、どういうこと。俺は全部話すことにした。あかりがいつも俺といるから他の女子が遠慮していたこと。つまり、ユートが彼女を作るために私に絶縁宣言を。ああ、俺はあかりと距離を置くことで彼女を作りたかったんだよ。ユートのバカ。うお、なぜパンチ。私がいるからいいじゃん。他の女の子にモテる必要なんてない。え、いやでも俺は彼女が欲しいわけで、あかりがいたらそれが叶わないわけで。叶うってば。つまり。もう鈍いな。私がユートのことが好きだってこと。私が他の男の子と付き合わなかったの、ユートのことが好きだからだったんだよ。そうだったのか。告白されたことを自慢してたのもユートに焼いて欲しかったからだし。それも。ユートはどうなの。私が彼女になるのは不満。それは俺は予想外のことに気が動転していた。それでも自分の気持ちを確かめるため、俺はゆっくりと口を開く。あかりが他の男を振ったって聞いた時、俺は安心してたかもしれない。それって。俺もあかりのことが好きだ。こんなに近くにいたのにどうして気づかなかったのかな。やったー。ゆうと、私も大好きだよ。こうして俺はあかりと付き合うことになるのだった。そして後日。田中くん、最近すごく元気だね。もしかして他の女の子と仲良くなれたのかな。南さん、その話だけどもういいんだ。え、それってどういう。あ、もうこんな時間か。俺は用事があるから、また明日。うん、またね。あれはヒイラギさん。なるほど、そういうこと。二人ともお幸せにね。ゆうと、お待たせ。ああ、あかり、俺も今来たところだよ。じゃあ、一緒に帰ろうか。今までとは違い、俺たちはさらに仲良く手をつなぐ。うん、今日も明日もずっと一緒だね。俺とあかりの関係は幼馴染から一歩進んだものになった。俺ももう
女の子にモテたいとは思わない。だって隣にはいつもあかりがいるのだから。こうして俺たちは幸せに過ごすのだった。